イベントレポート、メグロレンが玉映画賞で最優秀新進男優賞に、奥平大大剣は、今しかできないお芝居を。第15回多摩映画賞の授賞式が本日11月25日に東京パルテノン、多摩で行われ、最優秀新進男優賞を受賞したメグロレン、スノーマン、奥平大大剣が登壇した。本年度最も飛躍した男優。 もしくは顕著な活躍をした新人男優を表彰する同賞月の満ち欠け、私の幸せな結婚に参加した目黒は、撮影が終わってもこうして賞をいただくことで、作品が生き続けていることを実感できます。と話す。音楽活動との相乗効果について問われると、お芝居を経験させていただくうちに、 普段のスノーマンとしてのパフォーマンスでも表現の幅が広げられたかなと思います。と10回。今後に関しては、誰かじゃなくて自分がやるべきだと思える作品に出演していけたら、と語った。